にちは、まやちゃんねる前原です。はい、デラックスホークガトリンクフルボトルセット。これをいきなり聞いてみましたね。うん、必殺技もやってみよう。はい。はい、ということで今日のメインはこちらです。100発連射デラックスホークガトリンガーです。ということで仮面ライダービルドの新しい武器だね、うん、このホークガトリングフォーム、そうだね、それについてくる武器だね。はい、このホークガトリングフォームってすごくかっこよくない？なんかこの箱からしてさ、うん、めっちゃかっこいい。なんか羽ついてんだけど、このそうだよね、うん、すごいかっこいいんだよ、ね、飛べるよ、うん、高だからこの弾があるの、これおーかっちょいいよね、これね、すごい。じゃあ早速開けていきましょう。はい、よいしょ、よいしょ。はい、ということでこちらがフォークガトリンガーですね、うん、かっこいいね、これね、すごいね、ちゃんとここに目がついてるね、うん、え、あ、ほんとだ、あ、鷹のデザインになってるんだね、うん、そしてガトリングガムみたいなこの銃口がありますね、うん、ただ思ったよりもすごくコンパクト、うん、小さい、びっくりしちゃった。ドリルクラッシャーと比べてみるともすごく短い、うん、ね、コンパクトですね。はい、ではスイッチ入れてみましょう。はい、せーの、おー、なった。で、トリガー引いてみてください、うん、お、4連射ぐらいだった。そうね、それでこのね、弾倉が回るんだって。ちょっと回してみてくれる、うん、はい、あ、テンって言った。うん、これで一回トリガー引いてみてください。はい、今10連射だったのかな。うん、10連射に聞こえなかったけど、10連射なのかな、うん、なるほどなるほど、20回になったらいいの。そうだね。で、ちなみに100までできるみたいなんでやってくれる。はい、お、フルバレットって言った。じゃあすごい相当長いこと連射してるよ。すごい、これはひとたまりもないでしょう。うん、敵はもう爆発ね、粉々だよね。うん、じゃあパパはドリルクラッシャー、僕はオークガトリンガー、で対決はウネシス。ちょっと待って。はい、ということで今回は仮面ライダービルドのデラックスホークガトリンクフルボトルセットとデラックスホークガトリンガーでした。はい、ということで今日の動画が面白かった、気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それではチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。